はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル1周年おめでとうございます。というわけで今回はこの1周年記念スペシャルガチャを引いていきましょう。いやさすがね、1周年記念ですね。めちゃくちゃ内容が豪華になってます。まあガチャの内容もそうなんですけれども、まあログインボーナスでね、あの PSR ガチャ券もあの1枚もらえるので、かなり盛りだくさんな内容と、なってます。で、ガチャの方なんですけれども、まず過去のね、あの限定キャラクターが、まあ、何人か、ピックアップとして、復刻してます。まあ、アンドロメダの3人と、日野初の立川、レンちゃん神高になります。で、10連の方なんですけれども、初回10連が150個で引けて SR1 枚確定で、2回目が、200個で引けて SR1 枚確定で、3回目が、まあ、通常の250個で、SR 確定と。で、4回目になります と、ピックアップキャラから、SR が1枚確定と。で、次ですよね、次5回目になりますと、まあ、SR が1枚確定ではないんですけれども、SR 選択権がついてくると。で、この SR 選択権の内容なんですけれども、まあ、基本的には、まあ、限定キャラは選べないんですけれども、ただ今回のピックアップキャラは選べるはずです。この、アンドロメダ3人と、まあ、神高とかね、レンちゃんとかプラスいつもの常設キャラですね。で、多分数えてはないんですけれども、これ全部足し上げると、説明に書いてある、101人になると思うんですよ。どこだったっけな、ガチャ券のね内容、あ、ここか。注目ポイントその1、ガチャのおまけに SR 選択権が登場。本ガチャから出現するイベキャラ101体の中から SR を1体選んで手に入れることができますと。まあ、この選択できるキャラはガチャが終わった後でも変わりませんと。で、やっぱりポイントは本ガチャから出現するイベキャラなので、ここのピックアップキャラですね、これも選べるということになってますので、まあね、5回引くっていうのはね、やっぱり大変ではあるんですけれどもね、まあ、ぜひ引ける方についてはもうここでしょ、ツッコミどころは。やっぱり石をためにね、溜め込んだ人はやっぱりこの1周年記念で、まあ、石を突っ込むっていうのは、全然ありだと思いますので、まあ、ぜひね5回引いていただきたいと思います。で、まあ、それ以降は、SR の出現率が2倍で PSR が3倍というような形になってまして、で、今回は、まあ、もう1周年記念なんで100連ガチャに挑戦しましょう挑戦しましょうっていうのもあれですけども、10連を10回引きます。これはもうね、突っ込みます自分も。で、あと一応、まあ、石が2500あるんで計算するとね、多分この単ガチャもね5回目までは引けると思うんですよ。なのでこの2つにね、もう自分の全石を突っ込んで、ガチャを引いていきたいと思いますので、では早速ね、ガチャ画面に行きましょう。じゃあまずは小ガチャの方からいきますか。こちらの1周年記念スペシャルガチャ小ですね。で、これは、まず初回が、パワーストーン1個で引けるんで、まあ、これはねぜひ、引いてもらいたいと思います。もう1個くらいだったら別に変な話何が出てもいいでしょうっていう感じなので。で、あわよくば、SR とかも出るんで、自分正月ガチャの時にね、この単ガチャ1個で引けるやつで SR のね新島ちゃんを当ててるんでそういうワンチャンがありえるんで、まあ、これはねもうぜひどんな人でも引いてもらいたいというガチャですね。じゃあまず1個使っちゃいましょう。グググッポーン。まあ、ここら辺はね本当に開放用ですね。日野はねぜひね開放したいんですよね、本当に。日野くんは本当優秀なんで。で、あと、まあ後々の話にはなるんですけれども、いわゆるパワープロアプリで出てるダンジョン高校ですよね。で、ダンジョン高校は、まあ、そのアプリやってない人はちょっと分かんないかもしれないんですけど、キャラがねいればいるほどその探索にね、だいぶ効率が良くなるんで、今のうちにねキャラを揃えておきたいっていうのがあるんですよ。
まあ、出るかどうか 100% は分からないですけれども、まあ、一応ダンジョン高校も、かなり強いキャラが作れるんで、まあ、それに備えてキャラを揃えておくっていうのも一つありですね。じゃあ2回目も行きましょう。グググッは割りかし来るけど、その後なんだよねやっぱり。でグググがないとちょっとショックっていう。じゃあショーの3回目。おお、グググはするね。グググは全部一緒だな。嵐丸か。アンドロメダね、嵐丸だけ唯一ね SR プラゴンになってるんで、これだけはちょっと微妙な感じにはなるんですけども、で基本的にはまあアンドロメダ嵐丸以外だったら正直誰が出てもいいですね。全然持ってないんでここら辺の限定キャラは。まあ、前回また嵐丸か。嵐丸よく出るな俺嵐丸とせっちゃんがねよく出るんだよね。この中でいくと嵐丸がプラ5でしょ、でスバルがプラス2とかだったかな、でアンドロメダ大西がプラス3で、日野は1枚持ってるだけで、初野は持ってない、立川も持ってない、上高も持ってない、レンちゃんも持ってないんで、自分の、デッキの中ではもうほんと誰が出てもいいかなっていうところですね。じゃあこれ5回目と。の日野はいいね。これ何回目って書いてある？ 5 回までしか引けないんで、これはこの辺にしておいて、じゃあ台の方に行きましょう。まずは10連1回目ですね。まあ、ここら辺のグググとかはねもう虹が出ない限りは割といいかな。おお、2枚来たね、2枚来たね。お、スバル、スバル、よし、これでスバルはプラス3にできると。神高PR 初だったか。おお、小だからっけ、小だからっけ、なんかそんな感じの人だけど、まあちょっと使わないかな。一応テーブルは確認してみましょう。経験点ボーナスがあって、やる気効果50の、タックが60までしかいかないのか、ちょっと微妙なテーブルだね。で、チャンス、キャッチャー、バント、逆境、意外性対エースか。まあどうだろうね。キャッチャーではやっぱり使わないかなっていうところかな。じゃあこれが10連目。では20連目に行きましょう。さてさて、幸先はいいね、幸先は。2枚出てくれたからね。さてこれはアンドロメダ嵐丸まあいいかな別に、一応取っておきますか。プラゴに、ね、なっちゃうとね、ちょっとね PSR をね持たない限り使い道がなくなっちゃうんで、まあ30連目に行きましょう。まあね、100連する中でね PSR が出ないとも限らないんで、特にね5回目以降は出現率3倍になってるんでね、ほんと PSR って出ないですよ。またお前か幸先がいいと思ったらまた若干雲行きが怪しくなってきたぞアンドロメダ嵐丸、いやアンドロメダ嵐丸自体は全然有能キャラなんでいいんですけど、さすがに出すぎでしょっていう。じゃあ次4回目ですね。でちなみに4回目も、バナーキャラから出るんで、アンドロメダ嵐丸だったらもうこれ笑うしかないっすね。いやまあネタ的にはね、ネタ的には美味しいっちゃ美味しいんだけど
やってる本人としてはちょっと痛いかな。お、2枚、OKOKOK。 おー、レンちゃんだー。よし。お、ホームラン、いいね。まあ、なんだかんだ言ってトータルするといいね。嵐丸の呪いっていうのはあるけど、でもいいよこれで。次が選択権もらえるんで、選択権ね、どうしようかな。やっぱね、上高か立川ですね、今のところは。まあ今後のね、出方次第にもよるんですけれども、変化球キャラね、悩むね。上高はね、上高でいいんですけど、前キャラなんですよね。で、まあ仮にですけど、アンドロメダスバルを入れると、もうこの2人でね、前指がめちゃくちゃ重くなるっていうのがあるので、そうすると後指の立川で調整して、前指のアンドロメダスバルからダークネビュラをもらおうかなっていうのもありかなとは思ってるんですけれども、まあ、とりあえず、5回目いきましょう。まあ、ここはね、出現率はアップしてますけれども、ガチャ的には SR は確定ではないので、まあ、ただね、選択権がついてるんで実質確定ではあるんですけど、とりあえずグググポン。お、虹玉来たね。いいですね、さすが1周年。真ん中か、木崎。うん、まあ持ってないからとりあえずよしとしましょう。木崎って球界の頭脳くれるんだっけ。確かそうだったよね。おお、プレゼント1周年、選択権。じゃちょっと1周年選択権見るだけ見てみましょうか。プレゼントボックスに届いてるはずなんで、1周年記念選択権、これ受け取って、ガチャ画面に行って、チケット、PSR ガチャチケットもあるね。これは手に入れたやつなんですけど、追加変更はありませんと。ボックスチケットだからボックスか。もうちょっと何でもいいから適当に1個、あ、ゲドがいるね。ゲド誰に突っ込むかな。まだレベル上げ途中の人がいるんで、バネキちゃんとかっすね。バネキちゃんにちょっととりあえず、このゲド君を突っ込んで。いや、ほんとね、ボックスきついですよね。マジで拡張してほしい。だいぶね、整理したんすよね。もうね、なんだっけ、限定キャラ。限定キャラはね、だいぶ 30% とかでもね、食わせましたね。それで開けたんですけど。選択権これで、おお、こうやって選ぶのか、すごいね。で、まあ上の方に限定キャラがいますね。で、いや、これはすごいな、こうやって選ぶのは爽快だな。アバタとかスミカちゃんもね、欲しいっちゃ欲しいんですよね。彼女キャラとしてはかなり優秀なんで。あとね、ウラガもね、俺欲しい。犬木も欲しい、持ってない。で、しぐれちゃんはね、アプリでは強化されたけど、あれ、サクスペって強化されたっけ、ちょっと分かんないけど、でもしぐれちゃんも強化されて、だいぶ強いキャラになりましたよね。やっぱね、投手のね、勝利の星っていうのがね、いいですよね。で、経験点もかなり増えてるんで。で、あとは、金原はね、ちなみにダンジョン高校でね、かなり使えるんですよ。二刀流なんで、この人。で、古永もね、まあ、持ってはいますけど、テーブルがいいんでね。で、犬も持ってないですね。犬も持ってないんですよ。で、サイガとかもクラゴンになったんで、まあいいでしょう。ヘビシマはこの前呪われたんで、今回は嵐丸に呪われてますけど。あ、脆いね。脆いも持ってないんですよね。あとは、ここら辺でいくと、まあ、今更スバルっていうのもね、暗黒スバルも選べるんで。で、ホムラちゃんはまあ通常バージョン、さっき出たでしょ。滝本もね、プラス5にはなったんですよ、その PR とかくっつけて。で、碇ね、で、碇くんはね、前回のね、
暁怒りと七井が出るガチャやって爆死したんでちょっとね怒り守は PR とかねまだ持ちっぱなんですけど欲しいなっていうところはありますね。で東条は出たので、まあとりあえずね七井は持ってないけど筋力は東条で抑えていけばいいかなという感じですね。でゆかり様も割と最近出てまだレベル1なんですけど、でせっちゃんはもうプラゴでしょ、でバネキは今鍛えてるところでしょ、でキバはもうプラゴになって、で矢部くんが今パワチャレのイベントになってるんで矢部くんテーブルはね悪くないんですよ、テーブルは。でまあ普通の嵐丸はさすがにいらないから、あそうかロゼルージュのホープくんもいるんだね、と最後がひじりちゃんか。なるほどね。まあこの中でいくと、まあまだ選ばないですけど上高か立川かな、うん、まあ置いておきましょうじゃあ続きの10連これを引いていきましょう。これ6回目だよね、60連目。うわここでポンだな。まあそれはしょうがない、毎回毎回出るなんてことはねさすがにないからね。出た蛇島の呪い何なんだマジこいつおっ木崎くん、おバネキちゃんはいいね、助かるね。そう六本木もね手に入れて、いつかね全員暁大付属キャラで暁大付属をやるっていうのもねちょっとやってみたいんですよね。じゃあ7回目ですね、70連目。これ後でボックス整理するの大変そうだな、2回連続出ないとねちょっとショックですよね。あ出てたサメのおっさんか、あちーちゃん、ちーちゃん今いくつだっけ、3くらいだったような気がするんだけど、ちーちゃんはねイベントの少なさがいいですよね。本当に金徳合わせても3回しかないんで、金徳が2回の通常イベントが1回しかないんで、重いイベントがちょっと重なるときに入れてますね。で次が80連目になりますかね、残り3回か。そうすると PSR はやっぱり出ないな。まあ、ただここでね金の玉が出たからといって SR が出ないっていうことはないので、その後なんか演出かな、キラーアンダとかちょっと分かんないですけど、金が出た時のねあの SR が出る演出がいまいち分かんないんですよね。でレンちゃんの PR ここはちょっとしょぼかったですね。じゃあ90連目ですね。てか PSR マジマジ出ないな PSR。 うん虹玉が出てくれたんで OK と、うん1枚入ってますね、よしよしよし。あとどっちかっていうとね解放用のキャラクターも出てくれるとすごい嬉しいんですけど、おお日野だ、よしよし日野はこれ多分だいぶ進むな。じゃあこれがラストですね、ラスト100連、ポーン、あ虹生か、よしよしよし。あでもやっぱり出現率アップしてるだけあって割と出ますね。 PSR は出ないですけどPSR は出ないですけど、よし立川最後の最後に来たね、これは嬉しいな。いや100連した甲斐があったよ本当に。よしよし日野の PR も出てくれてるし OKOK、もうこれちょっとボックスを整理するのが本当大変だな。ちょっとこの後ボックスとかを整理しつつちょっと解放もやっていきましょう。なので一旦ちょっとだけ切ります。はい、今ちょっとまだねボックスの整理中なんですけど、ほんとねきつくて開けるためにミキサーします。 SR ミキサーガチャをやって少しボックスに余裕を持たせましょう。といっても5人突っ込んで1体出てくるんで、まあ4つ開くっていう感じですね。で入れるキャラはもうこのねアンドロメダ嵐丸入れちゃいます。であとは清本くん入れて、ちょっと鈴本も入れちゃいましょう。で立西も入れちゃって、坂本源、この5人でちょっとねミキサーを
けたいと思います。でちょっとこれ以上のキャラはミキサーかけるやつがいないんで、まあこの5人ですね。アンドロメダ・アラシマルは、もうすでにプラゴになってるので、今回出た、アラシマルくんは申し訳ないけどミキサー行きということで、ではこれでちょっとミキサーしましょう。さあさあさあ誰が出てくるか。ブロンコまあこれも持ってないキャラなんで、まあいいと言えばいいでしょう。もうミキサーなんてそんなもんっす。じゃあもうちょっとね、ボックス整理をしたいと思います。いやほんとマジきついわ。じゃあ選択ガチャ券ですね、これももう使っちゃいましょう。これはねもう神高にします。選択ガチャ券で神高にして獲得すると。ここら辺の演出ってなんか意味あんのかな。もうボックスこれで300分の300ですね。で神高をゲットしたところで、まずはねちょっと神高解放をやっていきたいと思います。まあやっぱりわりかし R とか手に入ったんで、でただ神高に関しては、限定キャラなんで、まず何をするかっていうと PR を作り出します。PR は全部で2枚あって、でそのうち神高だらけなんだけど、R が1個できてるのでこの R を、まず食わせますと。でそうすると2解放してくれるとすっげえ嬉しいんだけどな。1か、まあしょうがない。で、そこから R があと1、2、3、4、4枚あるんで、これはもう1個ずつ食わしちゃいましょう。まあ、1個ずついきましょう、1個ずつ。うん、ダメ。これでどこまで解放してくれるかっていうのがかなり。うん、解放しました。で、これもいきましょう。この2つが解放してくれるとめっちゃくちゃでかいんだけどな。無理か、さすがに。で、これも使って。うん、無理か、しょうがない。で、3にしましょう。この PR を突っ込んで。で、大丈夫博士像ね、これ、一番最初に手に入れたやつなんですけども、ほんと邪魔なんで。もうしょうがないっす。まあこういう使い方するのはね本当はまあもったいないかもしれないんですけど、一応神高はただ限定キャラなんで、もうこの大丈夫博士像を2つ突っ込みましょう。これでプラゴが出来上がりましたと。でこの、プラゴを、SR 神高に食わせると。どこいる神高ちなみに。神高神高神高、いた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 。でこれを食わせましょうと。まあ、また例によって2上がってくれると嬉しいんですけど、1か、まあしょうがない。ということで、とりあえずこれで SR プラ1ができたので、これでボックスがねだいぶ空いたんすよ。でまたちょっと整理をしないといけないんで、一旦切りますと。じゃあ次は、アンドロメダ大西をちょっと強化していきましょう。で大西くんについては、今アンドロメダ大西がプラス3ですと。で、ちょっとこれで見てみようか。で、普通のね PR がプラス4なんですよ。でちなみにアンドロメダ大西の PR は持ってないんで、この別バージョンから解放していく感じになります。でもう普通の大西さんが、プラス4になってるんで、今回いっぱい手に入れたアンドロメダ大西の R、 これをプラ5にして、解放させますと。まずで、そうするとこれでプラゴが出来上がりましたと。でこれに、アンドロメダ大西 SR を食わせると。でアンドロメダ大西に、普通の大西を食わせる。これで、解放ができますと。さてどうだ4、うん、まあしょうがない。であと残ってるのは、まあ別バージョンとかがね
あるんですけれども、これは通常バージョンとかでも、まあ、開放はできるんで、とりあえず置いておきますか。じゃあ次また別キャラ、次アンドロメダスバルかなを、やっていきましょう。で次は暗黒スバルなんですけど、暗黒スバルがねこの手持ち的にねちょっと悩ましいんですよね。 PR がねここに全部3枚あって、で暗黒の R プラス5が1枚あるんで、まあ、仮にこれでプラス2解放したとしても、まあプラス4になりますと。でただ普通のスバル R が1個あるんで、こっから解放を狙えるかなっていうのも、まあ、1つあるのと、通常バージョンの、PR プラ1になってるのがあるので、ここに R プラス5を食わせて、まあ、後々鍛えていくと。で余った PR、通常バージョンから暗黒バージョンを食わせると 50% しか解放率がないので、そうすると、暗黒バージョンは、ワンチャンで、解放していくかっていうところなんですけれども、どうしようかね。本当にプラス2でしょ、でここでプラス3になるでしょ、確実に行くか、あマジで分からんが、まあ分からんが、解放できるような感じで行った方が多分楽しいんで、この R プラグをどう使っていくかだよね。こっちにとりあえず通常の暗黒スバルは普通通り 30% で解放させましょう。で、この PR に食わせるか、まずそうだね。そうすると、やることとすれば、まずは、普通のスバル PR か。これを探し出す。もう、どこに誰がいた。で、ここに、R プラス5をとりあえず食わせよう、もう。食わせておいて、うん、1しか解放しないね。最近ここら辺の解放率が悪いな。で、じゃあこいつはこいつでとりあえず置いておいてよ。暗黒スバルのプラス2の方を、まあとりあえず最低でもこれでプラス3になるでしょ。プラス3になりました。でこっからどれだけ解放できるかっていうところか。でそうするとまずこの PR を使おう。こっから2解放か。2解放って結構厳しいよなない、最悪1も解放できない恐れがあるけど、ここでビヨビヨビヨンってなるんだっけ、解放できたら何にもないな、でこの1枚も食わせて、うん、あれレベルアップか。だからこれがね結構、悲しいんで、俺はなるべくプラス5を作り出してるっていうところですね。じゃあこのプラス2の PR は、プラ5を作り出して暗黒スバルに、くっつける流れでいきましょう。まあとりあえずプラス3になったんで、レベルを上げれば1つ、テーブルが開放できるので、じゃあ暗黒スバルについてはこんなもんですね。じゃあ次のキャラに行きます、じゃあ次は日野やっていきましょう。日野は、こんな感じの枚数なので、PR プラス2に R プラス5をとりあえずくっつけて、まあ、例によってプラス2してくれるとめちゃくちゃ嬉しいけど、最近ここら辺の上限解放が悲しいんで3だよねまあしょうがない。これはじゃあちょっとお気になるかな。まあ日野に関してはまたどっかで復刻してくれた時に作っていく感じがいいかな。そうするとなのでとりあえず SR を1枚くっつけましょう。日野くん、この SR を1枚くっつけて、あとは置いておきましょう。でまあ、とりあえずあらかたの条件解放はこんなところかな。まああとねちょこちょこっとした、PR とか R とかの、くっつける作業が残ってるんですけれども、まあそこら辺は、まあいいでしょう。というところで、サクスペ1周年記念ガチャは、こんなところで、終了したいと思います。まあね前回
前回の暁ガチャがね、かなり爆死状態だったんで、まあ爆死したり、まあ良かったり爆死したり良かったりっていう繰り返しですね、ガチャは。あとは深みにはまらないっていうところですかね。俺はね結構熱くなる性格なんで、よし猛獣連引くかみたいなことをやったりするんですけど、まあ、多分ねこの今日ちょっと引きが悪い日かなって思ったら、引く方がいいと思いますまあ動画的にはねイケイケの方が楽しいんで、まあついやっちゃうんですけれども、であとまあできればね、50連目までは引いて選択ガチャ券を手に入れた方がまあいいと思いますので、楽しんでいくのだったら、まあ、もしかしたら少し、課金しなきゃいけないかもしれないですけれども、まあそこはね、まあ、楽しんでいく上では、まあ、しょうがない出費なんで、まあ無理のない程度にやっていければと思いますまあ俺が課金しろって言ったわけじゃないから、そこら辺はお間違えないように、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければと思います。またパワープロ2017もアップデートしておりますので、そちらの方もご視聴いただければと思います。